し、よし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 、打ってこう、打ってこう、あるぞ、あの182センチは。やっぱり、やっぱりあるぞ。ちょっと待って。東京対パリサンジェルマン、ここまでお互いに1点ずつ譲り合い、後半を迎えます。はい、全部でもひどいございます。はい、全部ということで、見ていただきましたでしょうか。前回の試合ですね、幻の前下戦がありの、その後しっかり 2-0 で、2-0 だったかな、ボコられの。ということで、このね、最初の幻の前下戦を機に、僕は不正ヒューガマンとか言われ、で、そっから、プレミア公開の日時を間違えたりと、不正いじりが続いたりということで、まあ、僕自身ね、注意を怠ってね、ちゃんとやれてない部分もあるんですけど、確実にこのね、前川さん、不正、この試合から流れがなんかおかしいんですよね、僕の中のガチキングというか、ウィーレ生活。なんで、まあ、それをもう変えるには、もう、前川さんをしっかり倒すしかないと。で、今回のルールなんですけども、ガチスカで OK。ね、特に、試合中のルールとかはないです。ただ、勝ち点なんですけど、勝ち引き分けはそのまま勝ち点3。引き分けの場合も勝ち点プラス1。ただ、負けた場合は勝ち点0じゃないですか、普通は。そこがマイナス3になります。なので、これはちょっとね、順位変動にも、いろいろと生じますので、お楽しみにということで、絶対勝ちます。今日は勝つぞ、マジで。マイカさんに、勝つぞ。いやー、クロップだな。普通にクロップでいきましょう。はい、これでいきまーす。うわー、ちょっと真ん中、センターフォワード陣が、調子普通なのがちょっと気になるな。まあ、しょうがないか。絶対勝つぞ。前川さんは、ライカールト使ってますね。今回のミラン CMF で前川さんが使ってるのはライカールトだけかな。で、逆に僕は、フリット使ってます。で、ベンチにね、ライカールト入れてて、ファンバステンはね、ちょっと外してますね、今のところ。で、なんでかっていうと、まあ、このね、先週来たユナイテッドアイコニックのヨークとアンディ・コールの時が一番試合勝ててて、で、それに戻したらね、今また連勝してるので、ちょっとこれにしました。今俺はマジ、これ勝って、歴史変えますわ。うん。あ、ヴェルディすげえな、みたいな。もうそろそろ、ちゃんと手汗を拭いて、よろしくお願いします。まあ、前線がね、ワンタッチパス持ちなんで、痛い。あらき。頑張れよ。マイボール。OK ね。変えよう変えよう。落ち着いていこう。ワンチャンないかな、クロスゲー。フリットに。そう。はい。いや、惜しい。ワンチャンありそうだったな、今。あ。オッケー。頑張れ。いやー、これ取れない。ナイス。ちょん。ここ。頑張れ、フリット。いや、プジョル怖い。ナイスキープ。縦。はい、ダイレ。いや、惜しい。いかない。僕とチャマくん勝ち点同じなんで、そこに関しては、まあ、ウディング勝ってくれると思うんで、チャマくん対ウディさん。まあ、僕今結果知らない状態で喋ってるんでね。引き分けでもすれば順位1個上がるんじゃないかなって。やばい。え、これやばくね？うわ。え、これやばい！マジで！よし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 ！危な！何今の？ちょっと？どうなっとったん今。これ後で自分で見返そう。何今の。裏バラ置きだったんだけど。来た。いやー、
惜しい。返せ返せ返せ。OK。一回後ろでいいや。読まれてるか。さすがに。あ、ナイスベッカム。うわ、オフサイか。いい前向き方したんだけどな。あそこ空いてるね。裏真ん中今の。結構この振り張りが前出てきてたな、今。取れる。あ、くそ。いやー、怖いな、このメッシのところ。先制点まずさせない。あ、来た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 。裏、フリットこう。フリットが、頑張れ、フリット頑張れ。それも選手の力。コーナーでもいい。コーナー取れ。あれ、ニア上に蹴ったつもりなんだけどな、今の。くそ、ファーストシュート。今日の俺のファーストシュート。うまくね？うまいわ。鬼シンプルやん。もう、まだあるけどね。諦めてるわけじゃないよ。え、なんでこんな簡単に点取れんの？え、そこなんなの？え、どういうことなの？なんでそんな簡単に点取れんの？結構俺いい感じだったじゃん、今。この試合。流れ。悪くないよ、流れは。ここ。事故れ。もう事故でも何でもいい。この試合に関して。うわ、先制点マジで前川さんに取られたくなかった。頑張れ、アンディゴール。くわ。はい。頑張れないか。なにそれ。あるあるある。事故ってる、ちょっと。プジョル強え。さすがプジョルちゃん。最悪、ちょっと守備からね。ちょっと守備が簡単にやられてるから、さっきの。オッケー。もう一回守備を意識して。で、簡単にボール取られない。ビルドアップ意識。え、そのパスズレ何？さすがに混ぜてないな。オッケーオッケー。つないで。裏。いやー、ちょっと無理か、さすがに。頑張ってほしいな、前線。奇跡起きないかな、この辺で取れるとかで。マイカさんなんか、丸ボタン押そうとしたら間違って罰押しちゃった、みたいな。起きないかな。お、こちゃんと、こちゃんと。ねえ。ちゃんと。それ、ほら、来るから。ほらー。ボール取られるやん。ここ。これ、つないでよ。いや、2点差きびいな。バカ下手だな、マジビルドアップ。てか、やっぱね、ガチキングの人たちみんなね、守備うめえ、前線からの。そのね、もう、1個のビルドアップミスが1点にすぐつながっちゃう。なんなんだろうね。はめ方がうまいというか、もう、おうち。オッケー。こっち投げ。これ取りたい。いやー、それやばい。裏来る。まず1点、まず1点いこう。1点あれば、スパサブ軍団が来れば、何かが起きるかもしれない。危ない、危ない、危ない。ちょ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 、オッケー、オッケー、オッケー。出せ。頑張れ、ドワイトエイク。頑張れないか。頑張れない。まだある。ふぅ。いや、ちょっと2失点とも、あ、でも1失点目はちょっと違ったな。1失点目しっかりカウンター食らったな。2失点目ちょっと、もったいなかった。いやー、悔しい。まだいける。まだ参る。奇跡を信じて。でもね、ボールはね、持ててるっちゃ持ててんだよな、前と比べて。
回ここでいいんだ。フラール。この後よ。この後がないんだよな。ここのね、はめ方がうめえ。あれ。くそ。くそ。くぅ。セカンド。一人。一人行きたい。フラー空いてる。オッケーオッケーオッケー。オッサイじゃないワンちゃんそれ。オッケー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 。一人変えよう。早めのモラタしよう。モラタワンタッチパス持ってないんだよね、でも。そこがちょっとね、難点、モラタの。フリット。フリット、ちょっとその競り合いは頑張ってほしいな、フリットなら。ナイス。いや、打てないか。マイボ？オッケー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 、ラッキーラッキーラッキー。さあ、これどうするか。いや、これどうする？パスでもいいな。あ、読まれてる。くそーさすがだな、でも。あそこもケアしてくんだよな。来た。ベッカム。いやー、なになに、またファウルもらった、ラッキー。ここ打っちゃうか。逆に。マニキーしてこないでしょ。ワンチャンあるよ。マニキーしてくんの？なんなの？俺の声聞こえてる？ある。いや、くそ、ナイスラすぎでしょ。マジで。今1点だったな、完全にすらわれなければ。イメージはあったぞ、今、完全に。1点までの。道筋見えてた。マジか。うますぎでしょ。あ、ここうまいんだよ。ここうまいんだよ、前田さん、ほんとに。逃げさせな、逃げさせな、逃げさせない。いや、うまっ。それ、ビエラーですけど。さあ、ね、抜かれたら俺のプライドがもうね、もう死ぬとこだったよ、完全に今。ビエラーにもう、つって。もうあそこまでボール持たれてる時点で、ビエラー多い、つって。なってんの。いや、誰入れよ、あと。ロナウド行っちゃうか、フリット抜かれて。ね。1点行こう、せめて。前川さんから公式で1点も取ってないから。行くで。まず1点、ロナウドに当てて、ギュンギュンギュン。モラタを CF にするのもありかもな。 ST のところワンタッチパスあった方がなんか俺的にやりやすいんだよな。これ怖いんだよな、これ怖いんだよな、これ怖いんだよな。ここ絞れ。オッケーオッケーオッケー、守れてるよ今の。耐えてる。足元でなんか頑張れ。いやー、オッケー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 。ナイスファール、ナイスファール。今度こそね、していや、してくる、いや、してこないでしょ。どっか違うとこ警戒するでしょ。マニキーするよね、やっぱ。もう次から爆発でしょ。ある。くそある。いや、前で取れてるよ、この試合に関しては。いや、前川さん最近ノーマル縛りしてるからね。このスピード感にちょっとね、ついてこれてないんじゃないですか。ただ2点、2点取られてるよね。2点取られてる人が言うセリフではないけど。され、オッケー。はい。イエーイ！やる。くそ。いや、今の1点欲しかったなぁ。やばくないだ。モナちゃんの裏。おっさい。オッケー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 。えぇ、そっち来れる？オッケーオッケーオッケー。繋いで。ナイス。うわ、一回キープ。あ、ナイスキープ。いや、ずれるか。いや、ファール！ちょうだい、オッケー。今度こそパス出そう。いや、でも今のところベッカムのとこケアしてくんだよな。今度こそパス出そう。でももうヒューガーさん絶対パス出してくるよね、みたいになってるよね、絶対。あの、ここ。もう一回。もう一回。くそ、くそ、くそ！横だけ。一人行っていい。ここしかない。取れるよ。オッケー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 。ロナウド走らせよう。もらった。もらったけ。いや、キャッチか。
OK。もう行くしかない。一個上げ。持っていこう。つなげる？オフサイドかな？ないね。痛い痛い。くそ。それはファウルくんない。切り返す。裏やばい。ナイスルベン。ちょっとどこ蹴ってんの？危ないよ。OK。ナイスだれ。いや待って、ハマってるな、守備相手。前川さんの守備がハマりまくってる。これ出すとこないやつ。ほらー、ここで逆に取り返す。そうなったら疲れた後の守備。オッケーオッケー。さて一回そこ入らなければ結構きついんだよな。これ一攻撃したから自分がきつくなっちゃってるのかな、もしかして。危ねえ、裏やべ。ベルゴミッティ、これやばい。メッシやばい。メッシにチューさせちゃう。危ねえ。1点取ろう。マジ1点取ろう。頼む。オッケー。ある。1点いこう。くそ。はい、追加点。くそ。やばくないこれ。キーパー。オッケー、オッケー、オッケー。いや、麻薬さん遊んでるやん、最後。くっそ。オッケー、オッケー、オッケー。2失点には変わりない。いや、もうラストだな、これ。2点。まあ、進歩なしか。でもなんか、内容的にはなんかまあ、前回よりも頑張れてる感はあるんだけどな。1点遠かったな、この試合も。くそー。2-0 ということで。まあ、やっぱ、特に2失点目かな、俺。やっぱりあの、本当にあの1個のミスしっかり得点まで繋げられるんで、あとこれ危なかったね。これなんでルーベンこんな前上がってたんだろう。8番のルーベンディアス。これ外してもらったから良かったけど。これももうほぼ1点みたいなもんだからな、これ完全に。で、まあこれは完全に前川さん上手かったな。このダイレ、ここのダイレ。で、このちょっと横ずらしのこの縦、三角かの×かわかんないけど。で、そこの後にルンメニゲをしっかりね、見てるというか、ここ俺がもうファンダイクあそこ出しちゃってる時点で今負けですね。うん。いや、うまい。これうまい。四角プレスでセンターバックをどれだけ出しちゃいけないかっていうのが分かるよね、本当に失点すると。もうこれもね、これもだからファンダイクは結局いないでしょ、後ろに。揃ってないんですよ、陣形。ビルドアップを見失敗しちゃうとね。でもこれも完全にセンターバックを出しちゃってるっていう。あれですね。うん。ラストか。俺のハイライトゼロやん。なんかあったでしょ、一個ぐらい。ちょっと。でもさ、頑張ってないスタッツは。スタッツだけは勝ちでしょ、俺の。優勝でいい、俺の。ありがとうございます。ということで、すごいね、悲しい結果になってしまいました。正直。これマイナス3ってことはワンチャン下の人にも抜かれる可能性あるんかな。てな感じで、プレ大会いかがだったでしょうか。僕個人としましては、もっと頑張って勝たないと、やっぱ一番ね、無名なところから僕このガチキング出場させてもらってるんで、やっぱ、まずは、ガチキングっていうか、あれなので、お笑い枠じゃなくてね、しっかり結果出して皆さんに覚えてってもらいたかったので、正直勝ちが、ぼっくんさんから2勝と、おもちゃさんから1勝のみ、この、ま、言うたらね、アプリを中心にやってる方々からしか、勝ち点3を奪えず、勝ち点1も、チャマくんからだけという。前半戦はまあまあ頑張れてたのかな、うん、勝ち点も。後半戦がかなり失速してしまったんで、ちょっとやり方考えていかなければいかんなと、いうことでございます。で、本戦はね、もっとオープニングとかも豪華になったり、やり方もね、もう少し変わってくるので、ちょっとまたね、そちらの方、ちょっとまだね、いついつ本戦開幕というところでは、まだ決まってはないんですけども、今もメンバーで話しているところではございますので、そちらの方もお楽しみにということで、最後までご視聴ありがとうございました。ガチキングプレ大会、これにて最終節終わりたいと思います。ガチキングで知っていただいた方、今後とも何卒よろしくお願いいたします。ということで、それではまた。